それにしてもフォトナーたちとっても強かったね。シバやミトラたちもそうだけど、フォトンが吸収されちゃうみたいで攻撃がほとんど通じなかった。あのフォトン吸収ってフォトナーなら誰でもできるのかな。おそらくですが、あれはシバの加護です。シバの加護？はい、シバ以外のフォトナーにはフォトンを吸収する能力はありません。あれは全てのフォトンを受け入れる目的のために生まれたシバ固有の能力です。シバはその能力を対の女神の加護として仲間のフォトナーに分け与えているようです。ということはシバの仲間たちはみんなフォトンを吸収する能力を持ってるってこと？ええ、そうなります。とはいえその能力も個人差があり無敵というわけではなさそうです。え、そうなの？はい、吸収できるフォトン量は本人が扱えるフォトン許容量の上限を超えられないようです。つまり敵の許容量を超えるフォトンで攻撃することができれば吸収しきれずダメージを与えられるはずです。その証拠にあなたたちはフォトナーの兵を倒すことができたでしょう。あ、うん、確かに強かったけど倒せたね。ということはシバのフォトン許容量を上回る力で攻撃ができれば。ええ、可能性はあります。しかしシバは深淵なる闇そのもの、全てのフォトンを受け入れるべく作られた存在です。深淵なる闇の膨大なフォトンを上回る力を身につけるというと、それはとっても難しいことだね。一段落しました。アークスの独立運用コード本当に使うことになるなんて思ってもみませんでしたよ。失礼します。カスラさん、何の用ですか？相変わらず嫌われてしまっていますね。まあいいです、ちょうどいい。あなたも一緒に聞いておいてください。まだ予断を許す状況ではありませんが、少しは落ち着きましたからね。その報告です。まずマザーシップは完全にシバとその勢力に占拠されました。さしずめマザーシップシバといったところでしょうか。現在地は探索中です。各アークスシップは独立運用で運行中。これはシエラの方が詳しいでしょう。はい、最初こそバタバタしてはいましたが今はもう安定しています。先の戦闘での損害率はアークス全体の約 40%、 死傷者も多く出ています。シバが引き連れていた敵については目下調査中です。あの機械みたいな敵、あれもフォトナーなんでしょうか？現状では何とも言えませんね。ただ自我や意志があるようには見えなかったと報告されています。ということはやっぱり機械兵器？データも受信できたみたい。って、やっぱりした！ちょっとカスラさん、何ですかこの量！行動の報告はあくまで要所だけです。詳細についてはそちらのデータに目を通しておいてください。では失礼します。どうしていつもいつも未整理のまま送って